知ってる人は知っている、知らない人は知らない、そんなお店を紹介してまいります。いつもご視聴いただきありがとうございます。大阪下町グルメファイル担当の福本です。さあ今回はですね、谷町筋からそれた空堀商店街にあります洋食の店モナミさんに行ってみたいと思います。それでは行きましょう。こちらのモナミさんは連日満席の超有名店です。もともと神戸で営業されていましたが、阪神大震災の影響でお店が全壊し、神戸から大阪に移られる決意をされ、今日に至っています。本当に人気店です。では早速店内に入っていきたいと思います。アルコールでしっかりと消毒して。私が注文したのはハンバーグとエビフライのランチ。最初にコクのあるコーンスープが出てきましたよ。ほっこりと味わいます。うまい、たまりませんな。冬に飲んだらもっとほっこりするんでしょうね。店内はカウンターとテーブル、そして2階席もあるんでしょうか。間仕切りがしてあって若干狭めなんで、目の前でハンバーグ焼いてるとこを撮りたかったんですけど、他のお客様もいらっしゃるんで遠慮しました。あっという間に美味しいコーンスープは完食です。はじめにご飯がやってきました。結構量が多いなーって思いながら見てたんですけど、全然足らないぐらいでした。そして待つこと約10分、ハンバーグが焼き上がりました。見てください、大きなハンバーグですね。200グラムはあるでしょうか。そしてこの大きなハンバーグの後ろにエビフライが隠れてるんですよね。どこに行ったのかなって初め心配しましたけどね、この立体感を出すためですね。ハンバーグのお肉は神戸ビーフを使用とのこと、楽しみです。では早速お箸を割っていただこうとしますか。いただきます。柔らかい、すごい柔らかい。うまい。このソースがトマトがベースなのかな、酸味がちょっとあって甘辛の味が後で来るっていう、そんな感じです。お肉が柔らかい。ハンバーグというかね、もちろんハンバーグはハンバーグなんですけどね、もうご飯が進む、お肉のおかずですねこれ。味わい深いで、初めにこのご飯量が多いなと思ってたんが、もう食べ出してすぐにこれ足らないなって思ったんですけどね。もうこれエビフライにレモンを今からかけます。これご飯おかわりって言っていいのかなってね、あまりにも店内も忙しそうだったんでね、この赤ちゃんの顔ぐらいあるハンバーグをこのご飯とちょうどいいバランスで食べていこうと。これエビフライもありますからね。またエビフライがプリプリしててうまい。これがちょっとね、 T シャツのこのイラストはね、なんかこの髪の毛をパスタとこう間違えて食べてる女性が写ってる T シャツ、これちょっと気が散りますけどね、見てる皆さんちょっとご了承ください。エビフライとハンバーグ一緒に食べれるんですよ。あ、ご飯が進むな。
結構周りの方もね、このハンバーグとエビフライのランチを食べられる方が多かったですね。他にもいろんなパターンの定食があります。ランチね、あ、これ食べ応えあるな、うまい、うまいとしか言いようがないね、これね。ご飯、これ5杯ぐらいはいけるね、これ。アメリカに住んでた時のことを思い出すな。ごめんなさい、なんか余計なことばっかり喋ってて。まあ周りはね、カウンターはだいたい1人の方で、でテーブルには2名3名さんが座られてて、いやでもね、この時期なんですぐ入れましたけど、なかなか待ち時間だと思いますよ。通常だとバクバクと食べていきます。パセリがね、このトマトとこういい色合いで、セロリとね、あ、セロリ、レタスとね、綺麗でしょ、トマトの色が映えますね。トマトとご飯ってね、結構いけるんですよね、やっぱりね。で水飲んでね、水もね、なんかこうおかわりってこうちょっと言いにくいんでね、ちょび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 飲んでましたね。いやー、うまい。結構ハンバーグってでもね、こういろいろやっぱりそのお店お店の特色がありますけど、やっぱりこの神戸ビーフを使ってるっていうところがやっぱり、なんていうんですかね、深みっていうんですかね、こうなんかボテッとしないっていう、脂っこくないっていうところがね、いいですよね。でだんだんね、ちょっと細かくなってくるんですよ。ちょっと柔らかめに焼かれてるっていうか、そういう、まあ、特色ですよね、ここのお店のハンバーグの。でこの美味しいのでね、箸でこのかき集めていくんですよね。ちょっと行儀悪いような感じの絵ですけど、まあでもね、行かれたら分かりますよ、あ、かき集めちゃうなって。でね、レタスで巻いてね、食べちゃうなって。それが一番ね、美味しい食べ方だと思います。一番いいのはね、このお皿のお肉をご飯の上にかけて食べちゃう、これが一番いい食べ方だと思うんですけどね。でもちょっとずつこういう感じでお箸で掴んで食べていくっていうのもね、なんかこう楽しみを取っておくみたいなね、ちょっと貧乏性な食べ方みたいになっちゃいますけど、まあまあまあ、それはね、いろいろとあると思います。このまたかき集めるのがまたいいんでしょうね、やっぱり。これももう食事のね、この楽しみの一つですからね。お米も一粒残さないように今かき集めてます。子供の頃、親に米一粒残さないように食べなさいよって言われたことを思い出しながらかき集めてます。さあ、そして完食ですね。いや、結構お腹いっぱいになりましたよ。はい、ということで、カラホリ商店街洋食まなみさんからお届けしました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価並びに
チャンネル登録お願いします。夜景団チャンネルでした。